どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ今日は、ゲームムービー研究所最後の一本、名探偵スワーお届けします。あ、2006年なんですね。まあ確かにね、堺ギアソリッドと比べるとだいぶ、チャチな感じはありますけれども、やっていきましょう。ようやくここまで来たぞもう15年前の画質ですね。お前らの中にいる。あ、もう追い詰めてるところからスタートなんですね。誰だ？何言ってるんだろう。通話してる。犯人はお前らの中にいる。いやいや、そうなんでしょ。だから誰？これ何したらいいの？誰の中にいる。もう会ってやる。この行きますわ。え、もうなんかダメな雰囲気。無理です。待てよ。あれか、最初の矢印で誰か選ばんといかんのか。おい、待てよ。無理ゲー。あ、ガチ三択ただの。え、これ推理する余地がない。迷宮入りだな。いやいや、もう言葉切れかけて終わったけど。あー、なるほど、もう分かった、最初の三択な。とりあえずちょっと真ん中から行ってみたいと思います。犯人はお、お前だ。いいぞ。違います。根拠とか。いやいや、暴力打ってきた。いやいや、ゲームオーバーかい。無理ゲーじゃない。とりあえずじゃあ次右行ってみたいと思います。犯人は、うん、お前だ。ここは一緒だ。ボケ。いや、めっちゃ切れるやん。いや、レンガで殴ったらお前犯人になっちゃうよ。だからいいんだけどね、偶然にも3分の1を外しまくっただけならばありがたいが、どうでしょう。お前だ。さあここから。やばい。いや、めっちゃ半笑いで、そんなに急ぐ感じでもなく、お前もそんなに急ぐ感じでもなく、ね、これヨーロッパハウスのあれやん、出口やん。ああ、じゃあ右だ。右だがなんか矢印でかかったから、とりあえず右押してみました。さあ合っているのか。お、ああ、いいね、自転車でパワーアップ。いいぞ。乗れるのか、乗れるのか。おお、乗れる乗れる。いいぞいいぞ。さあ追っかけろ。おか、あ、こっちなんだ。あ、特に触ってないです。特に触ってないけども、今、とりあえず、あ、いたいたいた、犯人いた。犯人いたけれども、あー、ちょっと気づかず行っちまいましたね。あー、違う。え、ちょっとゲームオーバーかと思いきや、まだあるぞ。正解ルートか、これは。がっちりローソン映ってるから大丈夫か、これは。普通にローソン、あれ、こいつ忘れてない？犯人追っかけてる雰囲気がないんですけど、家帰ってきたね。家帰ってきましたね。いやいやいや、もう、おくつろぎモードですけども。え、これ何のシーン、何を見せられているんだろうか。え？思い出すんかな？思い出して追っかけ始めるんかな？何のシーンよ、これ。いや、質素なところで暮らしてますね、としか言えない。つうか、これもヨーロッパハウスの2階説あるけど。なんでしょうね、これは。ん？こんだけ長いから、まあ、まあ、何かしらは、展開あると思うんですけど。食って、はい、食べ終わりました。あーって思い出すのか。あー、違う、またタバコ吸い始めた。またタバコ吸う？何これ、どうなんの。めっちゃタバコ吸ってますね。ええ、ちょっと電気消し、え、寝る寝るね。え、どうなるこっから。がっちり寝ましたね。うん、いや、長えよ。いや、結局ゲームオーバーかよ、お前。おい、だいぶ前にゲームオーバーでよかったやろ。まあ、ここまではいいのよ。こっからちょっと左行ってみる。右はとりあえず、まあ、正解ルートなのは分かっているが、左に行くとどうなるかが若干気になるんでね。さあ。女が前から歩いてる。はいはい、タッチ。誰か走ってきません。いや、タバコ吸い、いや、なんかゲームっぽくなったけど、火つけてあげた。はい。一言も喋らへん。この人は一言も喋らんのね。あ、で、結局向こう行くんだ。なるほど。ああ、一緒のところなのね。ああ、触りたくなっちゃうけども、またあの一日を見せられるから、とりあえずスルーしましょう。で、もう場所は分かっとるから、カップせんとダメなんかな。いや、何の選択肢もないですね、特に。
勝手に行きますね。オッケーオッケーオッケー。で、この辺にいるはずよ。この辺にいるはずよ。さあ、あー、いた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 。あ、タップタップ関係ない、勝手につける。あー、そして、あー、結構逃げるのね。ここでクリアかと思いきや結構逃げますね。みあー、ちょっと場面転換、場面転換されました。あれかあれか、おるなおるな。オッケーオッケー。ああいや、あーっていうね、はいはいはい。いや普通に入っていけたやろ。はいはいはい。いや防犯カメラの映像みたいになっとるけど、あー、はい、あー、タップするだけで、タップするだけ、え、いやー、ベタな転び方、ベタな転び方。さあそして、あー、オッケー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 。さあつか、あー、いやー、かわいらしい、かわいい、優しい、優しい殴り方。優しい、殴り方が優しい、どうなる、ん、ああ、オッケーオッケー、捕まえたぞと。優しい、いや、ちょっと強い、ちょっと強い。え、あ、オッケー、おー、クリア、オッケー。いや、結構前にクリアでよかったと思うんですか。はは、オッケー。あ、すごい、これもう15年後。もうスワーの見た目が全然違うもんね。おー、あ、2021だ。あ、だから今の巣はこんな感じなんや。だいぶ幼い感じなんだけど。おー、雪の日に。15年ぶりだな。犯人はお前らの中にいる。おー、矢印ボタンが変わっている、とりあえず押さずに言います。お前だ。誰のこと言ってんすか。お前だ。変わってない。どうやらワンと変わってない。まあ、とりあえずあのボタン押さなかったら毎回変えられちゃうっていうね。オッケーです、オッケーです。迷宮入りだな。変わってない。ああ、ここ変わってる。ゲームオーバーの画面が進化している。オッケー、オッケー。よし。とりあえずちょっと右から行きます。犯人。かっこいい。俺は依頼者だよ。どういうことだよ。早くこの庭嵐の犯人見つけろ。おお、庭嵐の犯人探してたのか。ちょっと今回ストーリーが明らかになっていきそうですね。どう考えてもまあ2連続で一番左ってことはないでしょ。とりあえず真ん中行く。お前だ。だから違います。いやー、2連続かー。はい、犯人はお前らの中に。2連続で一番左でした。犯人、さあ、お前だ。どうなる。やばい。あれ、これ酒井さんだね。同じせ、あ、ちょっと待って、あれ15年前の酒井さんやったんかな。ちょっとメガネじゃなかったかわからんかったけど、そして15年前と同じことをやってますね。おお、アイコンが、アイコンがちょっとかっこよくなっている。さあ、そして自転車がまた相変わらずあるぞ。え、ああ、ちょっとこっちにも乗れんの。ちょっと、どう、すみません、ちょっとお借りします。いやいやいや、もうただの変質者やって。乗るもんじゃないですか。ちょっと、かわいそう、かわいそう。犯人が逃げるぞ。ちょっと、いや、もう分かってたよ。これはもう選んだ俺が悪いわ。ちょっとタバコガールが出る気配があるんで左行きます。どうだ。おーっと、ね、違う展開。俺の草子なんていい度胸してんじゃねえか。俺が誰か知ってのローゼッカ。おい、草買おうな、落ち着け。これなんだ。なんだ、草が欲しかったのかよ。ほら、初回サービスだ、切ってみろ。お、タダでくれる。どうだ、上物だろ。いや大丈夫か。買いだだけだいぶやべえ草だな。草知ったしてんじゃねえか。俺が誰か知ってのローゼッカ。ラジカセ再生ですね。シェイ、イエー、チェックシーのベベ、何の時間やこれ。北西町、ボスの名前は麻薬王城、でもここ何年かは無表情。ちゃんとラップするね。殺にビビってる、惰性上俺が狙ってる、下克上。パッ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 、イエメ。いやいや、スワーの無表情さよ。全然興味ないやん。あっちに行ったぜ。あ、で、一緒の展開なの？結局あっちになんだな。いや、ひどい、魂ないじゃん、もう。
大丈夫？あそんなに雪急に降ってきたよ。いやもう撮影時間の問題よ。これも触ったらダメ、もう絶対ダメ。1日スワの1日見せられるのと乗れないやつやから。で多分もう こうなったら一生場所おるやろ。多分15年前と一生場所おると思うのよ。どうだ、おいいぞいいぞ。あやはりやはり。さあそして同じ展開、また公園行くんか、また公園行くんか。いやなるほど、スワ2といつも基本一緒やな、うん、基本的には一緒。ほらほらほら、懐かしの公園。え遊具変わってる、遊具変わってる。15年の間で遊具が変わってないか。いる、あーいるいる。あーえあー長押しして捕まえろ。あよりゲームらしくなってますね。これはなんだ、さあ確かに触ってる間はゲージ伸びるな。とりあえず、酒井さんをずっと押していればいいだけのお話。そんなに機敏な動きもしないし、でスワーは何をやっているんだ、あんまり追いかける気ないやろあいつ。ちょっと一回様子見るか。ここら辺でだ、ゲージ、ね、残して、あーじゃあ急に終わる、あ急に終わった。あちくしょう、取り逃がしたな。大きな失態だ、ペナルティだ。ああどうかお許しを。このポンコツ探偵が悪いんです。やれ、うん、おあかどういうことどういうこと、急に新キャラ出てきたけど何これ。今回は、ちゃんと捕まえます。 OKオッケー、毎回転ぶのね。とりあえずゲージ溜まった、これ、あー出た出た、弱々パンチ出ましたね。これでもうクリアかな。だから長いのよこのシーンが。痛い、じゃあ僕悪者じゃないんです、痛い痛い、おむしろ正義なんです。どういうことや、痛い痛い痛い、関係ないのか。あ終わった、あ終わってない、ネクスト。おお依頼はこなしたものの、急にかっこいい、どうも引っかかるな。15年前も結局事件の全容は分からずじまいだった。考えすぎだ、コーヒーがうまい。何のシーン、半笑いね。新しい人出てきた。京都府警生活安全部特記係、雷刑事よ。ガチ刑事。そして彼が AI 棒の E 型警部、ロボットよ。いやもう好きやなこれ。まさか、はあ半笑いの女。おおこれ黒幕か。E 型警部捕まえて。いやもうちょっと、とりあえず告白してみるか。雷刑事、あそっちに、そっちに好きだ。えちょっと何ですか急に。好きだ、愛してる。好き愛してる理解不能。いや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 、これ正解やった、ふざけたつもりが正解でしたね。お、とうとう僕までたどり着いたようだ。いいね。僕を捕まえたいのならまずはこいつを倒すことだな。おおどういうこと。おお来た、こいつか。あいやタップしたら、あちょー、いやチャチーンだよな、なんとなくなんとなくチャチーンだよな。なんか金箔が、あー来た来た来た。隙隙を見りゃいいのね。落とすのかな、意外と隙ない。あー落とした。いや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 、あはそしてその弱々パンチすんのな。おおやばい、強くなった強くなった。あ落とした。いやいやいや、絶対隙ついても弱々パンチなんだよね。お倒した倒した。いやいや弱々パンチ強えんだな。ようやくここまで追い詰めたぞ。来たぞ。15年かかった。犯人はお前だ。いいぞ。素晴らしいじゃないか名探偵さん。でもね、僕を捕まえるには証拠がいる。確かにな。さあ
証拠を見せてもらおうか。すわー、証拠はこれだー。あー、多い。どれやろう。ちょっと押してない、押してない、押してないよ。いや、証拠だし。いや、犯人、犯人だろ。またかよ、もう。このゲーム選択しなかったら大体グスグスの茶番見せられんだよね。犯人って言ったら言ってって何。それが証拠になるから。じゃあ言ってって何だよ。言って長い割にゲームオーバーでしょこれ。言わないよ。犯人って言って。言わないよ。じゃ犯人って、ま、もうもうはっはっはっって言って、は言わないって言って、は犯人、今犯人言ってないよ。言ってない、言ってない、言ってない。犯人って言ったでしょ。犯人って言ってよ。長いのよこれが。裁判はもう結構。スはあなたを逮捕します。あれ続く。あーっと、またこれスワの一日見せられるパターンかな。いやいや、別場所でロケしてまでこのシーン撮る。まあ、なんかスワの食事シーン見せられるんだよね。これマジで何の時間なんこれは。だろうな、だろうな。とりあえずちょっと土下座行ってみます。犯人と言ってくれ。いや、言わないよ。この通りだ。いや、ダメくせえな。言わないと。証拠はどうなったんだお前。倍返しだ。土下座しながら言うことじゃないから。それ頼む、犯人って言ってくれ。言わないっつって。頼む、この通りだ。倍返しだ。倍返し。ちょっと本当に当てに行きます。いや、もうボイスレコーダーです。はい、ボイスレコーダー間違いないでしょ。プッシャーのラップを録音してたんだよ。何、お前が半笑いのジョーだっていう証言はここにある。いいぞ。どれだ。あ、やばい、これやばいぞ。このね、うん、どのボタンだ。なんか、何、いや再生、証言を再生させて。ああ、これ、ちょっとボタンがどのファイル、これじゃない、これ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 、消去じゃない？それ消去じゃない？え、ちょっと、これ消去じゃない？消去か？あ、ちょ、うわー、これ消去じゃん。消去だ。お、消去じゃん。消、もう消えた？消えたよ、おい。消去だよ。なんだよ。消えたね。茶番はもう。いや、もうまたこれ見せられるのかよ。もうわからん。母さんの歌いきます。母さんが手ぶ。知らねえな、どうやら母さんの歌。編んでくれた。そんな歌上で落ちないだろう。母さんが麻薬夫までお前上り詰められないだろう。そんなことになってたら手袋を徹夜で編んでくれた。何の歌なんだそれ。なんか全然歌詞も違うしメロディーも全然違うよそれ。編んでくれた。そんな歌ない。手袋。何の歌だよそれ。徹夜。ちょっと 笑ってんじゃん。もうあとは握るかカツ丼っすね。握るでいきます。カツ丼は違うはず。いや、くぐたまいく。あ、やめろやめろ。あ、でもなんか半沢俳優気取りやがって。あ、おお、正解かも。草は生やさせない。隠さなきゃ。俺の体で隠さなきゃ。多分正解ですわこれ。もう遅いわ半笑いの嬢。あなたを麻薬取締法違反の現行犯で逮捕する。きたー。ご協力感謝します。クソザコパンチ。あ、弱い認識はあったんだね。クソザコパンチって呼ばれてるのね。いやー、よかった。これは非常に良いゲームでしたね。さあ、ということで3回にわたってお送りさせていただきましたヨーロッパ企画のゲームムービー研究所。まだまだね、新作こうご期待っていうことなんでね、ぜひとも皆さんダウンロードして遊んでみていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。